心ないことを挙げられていたり、それがまたニュースでね取り上げられて一生懸命されてる方に対してちょっとあまりにひどいんじゃないかなとね。銀座七重チャンネル。銀座クラブ七重唐沢七重です。銀座クラブ七重平井出光一です。今日は天地無茶改め愛天下さんの担当してくださってます平井出さんお越しいただきまして、ちょっといろいろとね、はい、YouTube 炎上系の方々がなんかこう心ないことを挙げられていたり、それがまたニュースでね取り上げられてということもありますので、私たちお伝えしたいなと思って今日は撮らせていただいております。私もねいろんな YouTube とかニュース見ましたけれども、はい、平井さん見られましたでしょうか。はい、僕も拝見させていただいております、うん、どう思われます？そうですね、やはりいろいろとね書かれることもあるとは思うんですが、やっぱり書かれる方って書くことが一つの仕事として捉えているものですから、面白おかしくそういう視点でいろいろと突っ込んで書いてくる方たちもいらっしゃいますので、全てそれが正というようにね見られているのはまあ非常に悔しいというか、ね、僕らはやっぱり天下さんの思いですとかうちに来るものを感じているので、やっぱりそこのギャップはすごい感じてはいますね。そうですね、私たちあの現場で毎日天下ちゃんと接してるわけなんですけども、とてももう最初から礼儀が正しくて、うちの女性の中でもナンバーワンぐらいね礼儀正しくて、年上のね先輩方ももうみんなすいませんよろしくお願いしますってこう人として私は天地無さんは素晴らしいなと思っているんですよね。いろいろなね天地無さんの知り合いの YouTuber の方とか、うん、まあ、芸能関係の方とかいらっしゃるじゃないですか。一人一人に対してやっぱりお誕生日でしたのでプレゼントをいただいたり、いやもう頑張ってねとか大変だねっていうのに対してすごく気持ちよくないですか、天地無ちゃんって。そうですね、やっぱりみんなに愛されてるキャラなんだなっていうのはすごい感じますね、うん、僕らが言うことに対しましても素直に全て受け入れて聞いていただいて、で分からないことは分からない、はい、で僕らもそれに対してアクションを起こして正していくという、本当になんかもうやる気の塊みたいな形で来ていただいているので、うん、そうですね、うん、今回本当に思ったんですけれども、やはりあの天地無さん仲いいね、あの有名な YouTuber の方もいらっしゃるんですけれども、天地無さんもそういった方々もものすごく礼儀正しくて頭が良くて仕事ができるなって感じたんですよね。とてもやっぱり自分でいろんなことを考えられて番組を作られているからこそ面白くてチャンネル登録数も上がるし、やはりお仕事もできる方が多いんだなってとっても思ったんですよね。昨日ちょっとこれ撮ってる前の日に見させていただいた天地無さんの動画がすごい金額の返金だったじゃないですか、うん、はい、でそれをあの本当にね一人で撮ってらっしゃって、ちょっと返金が遅れるかもしれませんと、でそれを先に伝えておきいかないといけないと思ったのでということで取られておりまして、すごく誠意も伝わりましたし、最初予想されてた金額より多分はるかに、そうですね、ね、はい、すごい金額になっているんじゃないかなとちょっと動画を見て思ったんですけれども、それをやはりこう真剣に働いて返さなくてはという思いが伝わってきますよね。そうですね、心ないというかね、あのひどいことを勝手な推測で言われてらっしゃる方、私はちょっとねいろんな YouTube あるかもしれませんけれども、炎上させてねチャンネル登録数をこう上げたいとかいう方もいらっしゃるかもしれないですけども、ちょっとねやっぱり人としてね一生懸命されてる方に対してちょっとあまりにひどいんじゃないかなとね思うことはあるんですよね。本当にそうですね、僕らは本来の愛天下さん天地無ちゃんをよく分かっているので、うん、そこがすごい伝わりますよね、うん、もう本当悔しいですけどね。バーレスク東京に12月5日から働かれるということで、うん、昼間もダンスレッスンをされてるんですよね。そしてあのやはりいろんな撮影もありますし、その中で YouTube も撮られて、そして夜びっちり働かれてらっしゃいますので、相当時間もないし体もね土日も働かれるわけですから、うん、体力もね消耗してらっしゃると思うんですけども、少しでも早く返したいという思いがそこにすごく表れてると思いますので、分かってほしいなと思いますね。そうですね、いつ寝てるんだろうなって本当心配になるぐらいもうしてますけどね。炎上系ではないですけど、いろんなシーンでおっしゃられている人たちもいっぱいいるんですけど、本当にぜひ一回来てほしいですよね、うん、本当に一回ここに来て頑張っている姿を見てもらえれば一番いいと思いますけどね、ママね。ねえ、それだったらもう一回取材にね来てみればいいじゃないですかねっていう、もうヒカルさんみたいにねルイ13世とかね。そうですよ、もう取材にバッといらしていただいて飲んでいただいてルイ13世でもバッと開けてみてくださいって本当に言いたいです。これからもね平井出さん担当ですし、はい、全力で愛天下さんのサポートを。そうですね、ここに来てる時はね今までの本当にストレスですとか、まあ、彼女が持っている最大のポテンシャルを発揮できるように
この空間を作っていくのはね、お店としてももちろんクロックと担当として僕の仕事でもありますので、全力でサポートして天下さんが伝説を作れるようにバックアップできればなと思っております。 うちのお店の中でもね、これはもう伝説になることはもう確実ですね、はい、皆さん愛天下ちゃんを天ちむさんを応援してあげるという気持ちでねいてくださると心が美しくいられるんじゃないかなと私は思います。それでは高評価、コメント欄、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ヒデさんのインスタグラムもフォローをぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではあの締めの言葉を、はい、今日ヒデさん一緒でよろしいでしょうか。はい、はい、それでは銀座の夜にお待ちしております。